将棋の棋王戦五番勝負第4局で、挑戦者の渡辺明二冠が棒玉隆史棋王を破り、棋王初獲得した。ソース、コロン、徳島新聞社、第38期棋王戦中掲載と、羽生君はこの子にやられるんだから15年か、時間かかったようにも思えるな、こっからはという間なんだろうな。棒玉さんの2枚星は好感持てる、惜しかった。七冠見えてきたな、上が衰え、下が出てこないという寂しい状態。渡辺七冠あるでこれ、渡辺って最近よく聞くね、羽生も50のじいさんだし、新しい若者の時代か。これで名実ともに、何の異論もなく、渡辺が第一人者だな。棒玉さんの方が絶世の美男子だったんだぞ、気をも取ったのかよ。これマジであるわ、糸島は何やってんだよ。七冠は無理じゃん、名人挑戦できないし、吹けば20代だな。まさか2つとも取れるとはね。王座戦で負けてからさらに強くなったか、面倒だから三冠同士で六冠統一マッチやろう。そんな対戦前からシナリオが出来上がっているどこかの格闘モドキと一緒にするな。渡辺竜王おめでとう。もう少し待てば四冠対三冠になるぞ。来年は羽生から奪い取るのか、銀下げちゃったのかな。それなくても竜王優勢だったけど、以前は山崎がライバルになると思っていたけど、実際のライバルは羽生世代なんだよな。10代の頃から大山15世に似てると言われるくらいだし、W、あとは名人取れば、マタロウの時代だな。渡辺三冠、森内一冠、羽生三冠か。来月から、名人を争って森内バーサス羽生、渡辺七冠待ったなし。あと4、5年は羽生渡辺に強化な。その後から出てこなければ渡辺時代だろうな。同世代が弱い人は楽でいいね。 W、2年後くらいに渡辺七冠バーサス最強ソフトで7番勝負やって渡辺七冠がフルボッコしてバーサスソフトは終戦だな。派手は意外なり。あ、適当にパワープレイで押し潰してるように見える。渡辺強いな。ついにアキラの時代か。羽根宮誠宮、羽根宮戦国時代宮アキラ宮。飯は、羽生世代は上の世代が弱いからもっと楽だったろ。下は上の成長次第かな。羽生が衰える頃には鍋の下の世代が森森来るだろうな。しかし鍋は名人が遠いな。竜王を持ってる分渡辺が上位なんだよな。森内の間違い感半端ないな。羽生はまだ43だから、あと10年は政権が続くぞ。 W、殺伐としたすでに羽生三冠王が、すない、中村太志、長瀬あたりあと数年したら一気に出てきそう。広瀬は羽生コースか屋敷コースか、羽生四冠 VS 渡辺三冠、年内にこのタイトル戦見られる可能性があるんだよ。すげえ、ダウン症の星だな。阿部なんて平凡もいいところだぞ。 W、羽生さん渡辺さん、どうでもいい名人が邪魔。渡辺は終始余裕だったな。力にかなりの差があると感じた。羽生が最後の砦だな。その羽生ですらもう勝てなくなってる。渡辺の近年の勢いは凄まじいな。二強時代か、棒正しくない格闘低いクソ粘りは感動した。44銀人はどうだったの。ただでさえ順位戦の成績が良くないのに、複数冠なんか持ったら余計に名人が遠のくジレンマ。本人は竜王名人がナンバー1と言ってるからな。すでにハブコースではないだろう。 W、 広瀬みたいなイケメンが伸びてくれるといいのにな。解説してた体重のあたりが活躍すればもっと盛り上がるのにな。棋聖戦であえなく敗退した後の調子はどうなのよ。渡辺時代だな。来年の A 級順位戦ではっきりするんだろう。ファンミスケルロイさん、こんにちは。強いわ、おめでとうって言っとく。が、これからハードスケジュールな防衛戦が試練だろうな。序列なら、1位、渡辺竜王、かっこ王将、棋王、2位、森内名人、3位、羽生三冠、の順番だね。嫁ブロン、7つのタイトルの格ってどうなってんの。竜王と名人が偉いのは知ってる。若くしてタイトルホルダー級のビッグネームを倒せる逸材が他にいないんだから、渡辺より老けてる30代に将来を期待するわけにもいかんしな。完全にマタロウの時代だな。羽生もマタロウに弱いんだよな。もう純粋な将棋の実力では渡辺竜王の方が全盛期の羽生さんより上だよね。渡辺時代って将棋始める子供が減りそうな予感。渡辺三冠と羽生三冠だ。森内一冠のことも忘れないでください。正直世間的には連合戦の方が注目度高い気がしてしまうな。 NHK 杯も取って棋王も取って、本当近頃の勢いはすごいな。見てても負ける雰囲気がない。マタロウの時代か。発信も頑張れ。渡辺は歴代最強の強さ。控え室の見解は、加藤九段と藤井九段が後手持ち、片上六段が先手持ち。ご丁寧に振られた点でもいいのに、棒はこれでよく棋王を持ってたな。連合戦って将来的にはタイトルになるのかな。竜王防衛戦の合間の王将リーグや、棋王挑戦者決定年末に2番勝負を戦わなくていいだけ。今年よりは楽だろ。世界の人伝3年、世界の半分をもらった勇者が羽生だったんだな。てかこれで最優秀棋士は渡辺で決まりかな。まず間違いないよな。強いね。羽生四冠対渡辺三冠プラス NHK 杯か。名実ともに強時代突入だな。C11期目で7マイナス3だし、普通に来期昇級候補。若手だと島が来期21。これが校長この瞬間最大風速なのか、常時保てる強さなのか、棋聖王王座で挑戦できるかどうか、来年度は羽生以外の挑戦を退け続けるのかどうか、楽しみだな。三冠になっても渡辺竜王って呼ばれるの。来期名人は無理だけど、残りの羽生に挑戦はまだ可能なんすか。もはや竜王という故障時間がマタロウを指す言葉だろう。W、これからは竜王時代が W、棒だきをって響きが好きだったんだけどな。七冠持つ以外はどれだけタイトル持ってても、基本的に渡辺竜王、当該タイトル戦では王将や棋王だけど、二人でタイトルを二分したか。あれ ?7 は2で割れないはずだけど、今がピークなのか、さらに力をつけていくのか、果たしてポストハブとしてタイトルを席巻するのか、それとも失速するのか。あと2、3年が楽しみだね。名人戦番長の森内を下したら本物、前まで竜王戦番長だったのが不審なぐらいだわな。もうハブ抜いてるのかもしれん。格調低い加古川の人は何やってるの。情熱大陸がアップ始めました。渡辺が勝っても盛り上がらないね。なんでだろ、名人取ったらお前ら勘違いしてるけど快進撃はここまでだよ。そろそろ将棋の神が森内に移る時期だから、ハブも名人も取れば四冠だけど、ハブ名人と呼ばれるよ。名人と竜王だけ特殊、ダウン症なのにすごいな。渡辺の見た目は良いだろ。一度見たら忘れない。渡辺は小学生の時からハブのファンなんだよな。 NHK 杯でハブが前人未到の10回を記録した決勝の相手が渡辺だな。負けて悔しいのと同時にハブを称賛する気持ちも素直に表して、渡辺の態度はすがすがしかった。そしてついにハブを下して NHK 杯の優勝。早さしでのハブの強さは異常。それを下すのだから、渡辺時代が始まったかな。渡辺は順位戦5勝4敗だったっけ。やっぱ名人取るのが一番難しいよな。あの顔1分見たら寿命が1年縮むからな。ハブの通算勝率は神が勝っている。あの対局数であの勝率は異常。振り飛車党に若干弱い印象がある。でもこの間鈴木大輔に堂々と勝ってたしな。密かに久保に期待している。ハブさんとハブ世代も昔に比べると明らかに衰えているな。若手が伸び悩んでなかなか実績を上げられずにいるから、将棋界がカオスというか混沌としている。その中で渡辺さんがここ最近で竜王戦以外でも一気に頭角を出してきた感じ。挑戦して負けても1500万だで、タイトル取るよりも儲かるんだで。屋敷はあと1期くらいタイトル取りそう。久保はこのまま落ちていきそう。野球選手の何億円っていう年俸に比べたら棋士は8級。増田幸三が史上初の三冠達成してから8人目か。やはり簡単にはなれないんだな。序盤中盤終盤隙がないと思うよ。6組優勝が10万くらいだっけ。そう、上の世代は自分の力ではなく勝手に落ちていくからな。羽生世代が自然に衰える頃に渡辺が一人でおこぼれ独占さ。森内さんは AV 男優の松田に、2004年の森内以来の三冠誕生です。ただし羽生は除く、羽生は衰えているな。驚愕の一手がなくなった。渡辺の方が本格派なんだろうが、羽生のひらめき型の将棋は面白かった。ああいう人はもうしばらく出てこないだろうな。これから渡辺が一時代を築くのだろうが、そうやすやすとはさせないと。羽生に当選5時になってほしい。竜王戦の賞金は4200万だな。現役竜王にはそれとは別に対局料600万があるから、竜王が防衛すれば合計4800万もらえるんじゃないの。渡辺に負け越してるブーハーさんの衛星竜王はもう無理ですね。白髪が増えて脳は衰えまくって、今後も渡辺に負け越し続けることでしょう。5年遅かったな。あともう少し清潔感があればハブブームに続いて将棋界を牽引しただろうに。むしろハブ世代がタイトルを独占し続けた暗黒時代がようやく明けたとも言える。裏を返せば桜花賞から本気出すということか。名実ともに渡辺が期待ナンバー1になったな。何か前より可愛くなってるな。 W、 さすがに渡辺時代到来でいいよね。流れは完全に森内、今はハブ世代を倒していくヒール職強いな。いずれ世間の認識も変わってくるはず。情報発信力のある新しい第一人者にふさわしい。将棋ある子供がどんどん減って募集団が尻すぼみ。今なら国際的にも結構広がりがあるけど、将棋はなレーシングでもハブを抜いたんだよな。ハブ七冠が26、27歳。思うとハブ世代が落ちてくるまでは相手にならなかった。
まあ、運も実力のうち、ヘルメット W、今年度の最優秀騎士は渡辺が初の獲得で文句なしでしょ。タイトル数とタイトル戦出場数はアブと同じだけど、渡辺は竜王あるし朝日 NHK も優勝している。もう1から2年はアブも並行するかもだけど、その後は渡辺一強が10年続きそう。アブ渡辺レベルの後輩いないし、渡辺一強時代なんてまずいんじゃね。素人によくわからないのが、タイトルごとに挑戦者と名人が語ること。なんで渡辺さんは名人戦に語る棋士なの？アブはコード情報化せない。渡辺はネット世代。ここにヒントがある。名人の挑戦権を競う順位戦 A 級は棋士としてのプライドそのものだから。トーナメント戦の滝戦と違い所属棋士が鬼の形相でかかってくる。あと、持ち時間がない。今年度はハッシーがひどかったな。A 級の強豪相手にボコボコにされてしまった。食事等やつ頼む。他の棋戦であれば屋敷深浦道渡りは料理できてたかもしれんのだな。A 級では本気モードだからな。マタロウ三冠の輝きはこれからももっと増すだろう。アブ、森内、佐藤、この辺りの大人しすぎてつまらない人たちがどんどん弱くなってて嬉しい。強運も強くてキャラも立ってる若手の渡辺、村山、糸谷、藤井あたりにもっと活躍してもらいたい。渡辺一強時代に突入だな。アージュニ戦の延長上に名人戦もあるのか。A 級とか B 級とかってやつでしょ。ってことはやっぱり名人ってのは棋士の中でもでっかく扱いなんだね。A 級棋士であるだけで他の棋戦、竜王戦の属のシード権とかもらえる。あと最高峰リーグということで一流棋士の称号でもある。渡辺と羽生のタイトルを奪い合う中、友人と名人も守る森内。羽生ちゃんは今でこそ大人しいが若い頃は北郎丸に髪の毛をピンと立てた年生と対局相手を睨みつける羽生にらみなすなかった。今の若手も見習ってほしい。ここ1年くらい渡辺と羽生って先手番しか勝ってなくない。 NHK 杯もあの最頃で先手決まった段階でああと思ってしまった。なお一強なんてもう5年はないわ。羽生世代が全く衰えない。その羽生世代をバッタバッタ切ってるじゃないか。ただ大将の羽生があと3年ぐらいは抵抗してくれるであろう。ここからの3年将棋界は楽しいぞ。多分羽生世代の佐藤と豪太からタイトルを取ったわけか。っていうか森内も羽生世代だし渡辺以外全員羽生世代か W。 3年後は7冠だな。5年後は10冠だ。手前のことだろう。ケフ年は格調高い方だろうし、歌詞よりもってプロ編入をお願いしに行くって深上あたりが言ってたような。もし編入ならしに8番でしょうね。かっこ竜王1期イコール8番。そのレート目安にはなるけど完全に当てになるかというと、2009年には1位久保に木村さんに羽生4位深浦だった時期もあるし、 A 級はタイトル2冠保持者でも高級する馬強だからな。竜王って昔は10段ってタイトル名だったよな。竜王の方がかっこ悪いけど、むしろさすが森内。さあ俺も最近将棋を見直した口なので、てか1970年生まれその過ぎ、複数人の42歳でタイトル半分以上保持とか聞き返せないやな。渡辺なんで順位戦5勝4敗だったんだろう。渡辺時代の到来が嫌なわけではないが、将棋人口は減る気がする。気流であればいいが、渡辺の将棋は序盤終盤までいかにも研究済みで考えません。時間残して終盤に備えますわ。手間の露骨なスタイルが嫌だわ。とはいえ三冠か。今年度元年に渡辺時代の到来と言ってもよいだろう。もっともこの状況をある程度維持するか加速させるかしなければ評価も変わってくるな。羽生を含めて羽生世代の強烈な逆襲はもうないだろう。これからは衰える一方だろうし、渡辺より若い世代、10代や20代前半の棋士がどれぐらい早く渡辺にくらいつけるか、そこだろうな。竜王だけしか興味なかった。マタロウがようやく本領発揮してきたな。渡辺を倒せるのは藤井しかいない。いよいよ本当の世代交代が来た感じだ。渡辺が佐藤豪太からタイトル奪って、深浦久保はしばらくタイトルから遠ざかってるし、藤井や丸山は言わずもがな。一発入れた若手は広瀬君だけなんだよな。渡辺時代来た。いよいよマタロウの時代か。早下のやつがなってこい。豊島一人じゃ心細い。藤井直人なら早指しも強いからな。羽生は勝手も負けてもそれなりに話題になるからな。何かやってくれるという期待感もあるし、渡辺が強いのは確かだけど、もうちょい花のある将棋を指してくれんかな。これといったライバルも同年代におらんし、渡辺は第一人者にふさわしく堂々と受けて立つ将棋指してるじゃん。花より大切なことだよ。糸谷が復活しつつあるから頑張ってほしい。奴の将棋は面白い。ご飯来た。阿久津山崎は伸びなかったな。GDGD やってるうちにもう30だ。20代でタイトル取れなきゃもうダメだろ。羽生世代プラスアルファより若くて、渡辺より上の世代は辛いよね。羽生世代に続けと思ってたら、羽生さんがいなくならねえし、自分より若いのが永世竜王とか三冠とかね。まあ解説とか、普及とかネット中継とか、棋士の役割もいろいろあるだろうけど、森内の初タイトルは31歳だで、それなのに羽生より先に永世名人になった。数年後には渡辺一強時代になるのは目に見えてる。竜王が嫌いなわけじゃないが、機械を一人で支えるには役者が足りないと言わざるを得ない。ライバルとなる息のいい若手の存在はどうしても必要だな。誰かいないのか。ついにこの時が来たかって感じ。渡辺君には悪いけどなんか残念だわ。いや、羽生は50で燃え尽きる前にもう一度復活する。渡辺のは初戦差番勝に30で枯れる。来たのか来てないのか正直微妙な感じ。ぶっちゃけ今が一番調子よくて1年後には竜王防衛だけで終わってそうな。羽生さんにはオーラがない。まだ渡辺の方が面白い存在だ。いくら強くとも将棋界の繁栄には繋がらん。渡辺時代の方がまだマシ。今は渡辺の盤面の形成判断能力がいわゆる上位棋士より2枚くらい上回ってるからな。しかし連合戦の上に10万人とか将棋が少し注目浴びつつある時代に渡辺は危機。いや森内は棋戦優勝かなり知ってるし、タイトル取れないのは機械の七不審と言われるほどタイトル取ってないことがおかしいと言われてたレベル。阿久津山崎は棋戦優勝の数も全然だろ。 A 級にも来れてないんだから。森内は羽生と同じ7期で A 級がなってきてる。しかも森内は9対1で大跳ね食らって7年だから相当なもんだろ。あとどうでもいいけど山崎は棋戦優勝は無駄に多い。山崎は32で A 級これで棋戦は5回。これでも若手では棋戦優勝頑張ってる方だとは思う。マジで森内は4段の時や川地も倒してるし、タイトル取れない時に12回優勝してる。森内の成績は本当にタイトル取ってないのが七不審レベルだけど、山崎はもうな。っていうか山崎の前に反撃だ反撃。渡辺は残り時間が相手より多ければ勝ち、少なければ負けというのが多い気がする。森内より弱いよ。初戦名人と竜王を取れないザコタイトルを、いくらタイトル戦の数を増やしたところで、そこが大山中原と違う。ハブって名人たった7期だで。ダメだろそれじゃ。山崎に握手頼んだら無視された時はないかな。あれからアンチ。山崎はちょいちょいそういう話聞くな。ハブは永世名人が竜王6期じゃ物足りなくてもっともっと勝ちまくってくれなきゃやってことかW。話し方とか見るにハブの方がサバンっぽくね。若い女にしか愛想しないとか聞いたな。男は無視。渡辺はどんどん髪の毛が後退していってるな。大山15世名人がどれくらいから跳ねたのか知らんがそっくりになりそうだな W。35のおっさんだな。去年京都の名人戦の時山崎は握手してくれた。久保深浦もそんな感じからタイトル数期書いてるんだし、山崎は靴もまだ目はある。とはいえようやく羽生世代の衰えが見え始めてきた。これからの数年ならすとチャンス。グズグズしていたのに10前後の世代が続々と成り上がってくるようになって弾き出されてしまう。将棋界のフェデラー、ナダルの関係、顔は目じゃなく鼻だよな。鼻から口にかけてなんだろ。矢打ちだって鼻が残念じゃなければ新年度の予想、天帝が強さを見せつけて破竹の勢いで挑戦者になるも、タイトル戦であっさりストレート返り討ち。羽生の存在があるから将棋界がいまいちつまらなくなったような気がしないでもない。トーナメントで羽生ブロックの棋士は大体弱さになるし、優秀な成績残しても羽生の記録と比べたらあんま大したことなく感じるしな。不謹慎ならもし羽生と村山の運命が逆だったら群雄割拠の将棋界って感じで今より面白かったと思う。大山亡き後に複数の優秀な棋士がタイトル取り合ってるところに渡辺という強者が現れてどう防ぐかって感じで、少なくとも羽生が負けたら羽生世代弱さと言われる今よりは楽しいはず。森内ほどの実績持ってて異常なほどだしな。負くのも羽生という基準があるのが原因だしな。名人戦、順位戦が異常にしいってだけで通算勝率で見ても普通に優秀な棋士なんだがね。マタロウ覚醒した。渡辺が五冠で、羽生が名人竜王 NHK 杯独占手続きが一番期間が安定する。フルーツ盛り合わせが美味しそう。このコピーで結構好き。連合戦見た。ソフトはなんか根本的に考え方が変じゃね。ハブだってコンピューターは手筋をたくさん読むけどトッププロは逆に手を減らしていく。それが分からんうちは負けないと言ってたよ。なのにまともに勝てるやつがいなくなったな。ハブ、渡辺時代の幕開けだ。渡辺の時代がやっときた。それだけだろ。ハブの現状渡辺以外にはそんなに負けてないから。あと5年はハブと渡辺で火花散らしてほしい。一人突出するより二人いた方が漫画っぽくていいダブル。ハブの発言を聞いたか。コンピューターに対する意見。ハブはもう近いうちにトップ棋士がコンピューターに敵はなくなるって見てる。進歩が凄まじく。
ハードを制限なく使ってしまえば、すでに人間も適用ないでしょみたいな意見も言ってる。人間には、絶対に見えにくい手を言うのが存在するな。コンピューターはそんなのもお構いなしに、すべての手をほじくるから、そこら辺は人間には到底進めない境地なんだとか、実際に渡辺 VS ハブの順位戦の終盤も、渡辺が勝って場面があったんだが、両者ともその手順に気づけなくて、渡辺が負けてハブが勝ったという場面があったんだが、その場面では、ある一定レベル以上の勝因素とはすべて正解の答えを1分程度で出した。つまり、その場面で渡辺じゃなくて、コンピューターが指していれば勝ったという場面が現実に存在した。かっこだからといって、渡辺よりコンピューターが登ってわけじゃないが、このまま進歩し続ければ、コンピューターに騎士が勝てなくなるのは当然、チェスと同じ運命にあるのは間違いない。あと20年もすれば今も同じ、収束が弱いだけであってコンピューターが弱いわけじゃないだろう。四天王最弱どころか四天王にすら入ってないソフトだぞ。想像したくはないが、もし今回三浦が負けたら、来年はタイトルホルダーが出ざるを得ない。そして、そのタイトルホルダーも負けたら、次は名人か竜王が出ざるを得ない。その名人か竜王が負けたら、ある意味終了、10段だと、加藤一二三十段なんて、どんだけすごいんだってことになる。コンピュータ将棋鉄が見つかると急に手が速くなるからいやらしいよね。鍋の中盤の強さは異常。中盤が強いというか、序盤が硬いんだよね。相手に序盤でリードされたって感覚を持たせるので、相手は不安定な手を打ちたがるが、渡辺は引き続き硬い手を打ち続ける。で、いつの間にか相手が自滅する。危なもろにこのパターン。顔がちょんっぽいのなら、渡辺は2300年くらいのソフトという感じで、二日制だとまずミスしないよね。ソフトの究極的な理想は渡辺だろうな。三冠かすごいな。スター性がない。一般に対するアピール性もない。悪使いあたりトリンピー&ルードで占いと苦しい。解説も的確だし俺はかなり好きなんだけどな。一般の人から見るとオタクっぽい構造だな。暗いしか見られんだろうな W。加藤一二三九段のがすごいじゃん。ボータル佐藤に対して序盤中盤で時間使いすぎとか言ってたやつは何も分かってないってことだね。西エッジでコンピューター協会会長の発言がよく貼られるけど、連合戦で出るソフトの実力はほとんど差はない。クラス高してない状態とはいえこの間となんだな。GPS にあっさり勝った様に、もう一回上位5位のソフトで総当たりでもやれば大きく順位が変わる可能性が高い。5位と1位ってのはその程度のものでしかない。マカローはゆるキャラと一緒に解説すべき。鍋さんの強みは中盤だね。細い攻めを繋げていく戦術は天下一品。二重アゴだと。若い頃はリンとしたイケメンだったんだぞ。に見えた。研究だけでここまで勝てると本気で思ってるのか。本気で言ってるなら神聖のバカだな。渡辺が時間で優位に立つのは単に見切りがいいだけだよ。定石犯には極力時間を使わずさす。はじめ中盤わからないものはどうやってもわからないからそこを深く追求はしない。こんなことは本人が昔から言ってる。三冠を決めた昨日の豪太戦にしたって、92日なんてマイナー種の研究などしてるわけもなく、1時間長考して、今まで大方の棋士が無理攻めとしていた45方結構。豪太の逆にそれに時間考え時間的にも優位に立ち、豪太のうまい切り返しを受けながらも、時間が薄いなか細い攻めを最後まで繋げて勝ち切った。従来の棋士に比べて研究を重視してるのは確かな。きっちり棋譜になりまで見るなりしてれば、序盤から終盤までミスの少ない王道将軍ど真ん中であることくらい分かりそうなもんだが、研究で序盤中盤を優位に進めたいのなら、どんな戦中でも受けて立つ。竜王の棋譜になるわけがない。なんで渡辺に勝てないハブの時代なんだろうボケ。まともに勝てないのがハブだろ。連合戦で他のソフトも含めてあれだけ大きな結果を見せつけられたのにまだ自信あるのか。コンピュータ将棋はボナンザのおかげですごい伸びたけど、逆にコンボナンザメソッドのせいで伸び悩んでいるじゃない。渡辺に同年代のライバルとか欲しいな。広瀬とか最近聞かなくなったけど元気かね。ハブと渡辺で七冠独占。と思いきや、森内名人がおるなら、唯一残された両親だからな。なんだろう勝手な印象だけどブラックホールみたい。もし今度の名人戦で羽生さんが勝ったら次の挑戦者が渡辺竜王ならあっさりダッシュ。森内名人が防衛したら竜王が挑戦してもダメな気がする。いや、森内が防衛してる間は森内羽生のカードでほぼ決まりだから A 級順位戦で羽生さんいる中で他の人が挑戦ってほぼ無理ゲーレベルだな。渡辺が名人になるためには羽生名人になって A 級が混戦で勝ち抜くしかないな。渡辺が順位戦で5勝4敗に終わったのは予想外だった。仮に森内が A 級に降りてくるとして渡辺が挑戦者になれるかどうか。森内は順位戦に異常に強いから王座戦や順位戦を見る限り渡辺は夜遅くなると弱くなる。夜遅くならない。短時間の1日制や2日制が渡辺にはいいんだよ。その時は森内がいる。それなら久保棋王の方が上だろ。そういや羽生は去年渡辺に勝ち越してたっけ。防衛範囲を広げたのは失策だったかもよ W。でも名人戦しか勝てない名人とか竜王戦しか勝てない竜王ってのも知らける。別にコンピューターの方が強くてもいいと思うけどね。終盤の差し回し見てると衛星への道は遠いと見るね。4年前渡辺なんて B 級だろ。2年前渡辺なんて竜王戦だけだろ。現在渡辺なんて名人になってないじゃん。レーシングはすでに化け物クラスで羽生と2人で他の棋士をぶっちぎってる。50年後には羽生と渡辺ってどっちが評価が高いのか予想してみてくれ。俺は島明と高橋美和にサイン頼んだ。将棋世界の表紙にそんなところにサインも頼む俺も俺だな。心よくサインしてくれた美和ちゃん。そして軽く引いてから渋々サインした島さん。俺が悪いのか。将来渡辺は七冠達成する可能性があるな。羽生が竜王10連覇する可能性はゼロ。あ、私がいるので戦国時代です。そりゃ今から羽生が竜王10連覇したら本当の怪物になってしまうわ。渡辺が七冠の衛星狙いを全てクリアする可能性は今年ちょっと順位戦が悪かっただけで、それまでは A 級2年連続2位なんだけどね。